新宿駅1960年頃のヨドバシ水上と新宿駅ヨドバシは東京都新宿区と中野区の境の神田川に架かる大梅街道上の橋。現在の新宿駅西口の一帯を指す地域の旧所でもある。もともとは大梅街道の南側に広がる農村であったが新宿駅の発展とともに駅周辺を中心とする繁華街が形成された。 さらに、1960年代後半以降の、淀橋上場水上跡の開発により、超高層ビルが林立する街となった。1990年、東京都庁もこの地に移転し、現在では副都心と呼ばれる。1932年に発足した旧、淀橋区には、現在の新宿駅東口一帯、及び大久保から落合にかけての一帯が含まれる。 ヨドバシはかつて姿水の橋、面影橋などと呼ばれていたが、ヨドバシとなった理由には、様々な説がある。1964年に公開された映画、砂の女では、岡田英治演ずる、主人公の本籍地が、東京都新宿区淀橋に設定され、ラストシーンで、失踪宣言7年以上生死不明のため、失踪者とする。 本籍地、東京都新宿区淀橋本名、二期淳平賞は39年1月10日、東京家庭裁判所と書かれた書類のアップが映し出される。ありがとうございます。